文曲がり TV は11月11日で1年を迎えるんですけれども、で今日は11月12なんですけど、 YouTube のチャンネル登録が1万人超えました。当初の目標が1万人を1年間で超えることだったんですけど、それでなんかちょっと11月11日中に超えられなかったんですけど、11月11日に急にチャンネル登録がすごい増え始めて、もう急に増え始めたんですよ。100人200人とポン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 増えて、その時私パルバッコアでシュラスコ食べてたんですけど、ね、なんかめっちゃ増えてる、炎上かなとか思って、やばい、なんかやらかしたかなと思ってめっちゃヒヤヒヤしてたんですよ。なんだろうと思ったら、このリリから来ましたみたいなコメントがいっぱい来て、このリリ様たちが紹介してくれたという事実が発覚しました。めっちゃびっくりしました。それでなんか500人ぐらいチャンネル登録が増えて1万人を達成できたんです。でなんか1万人を達成する瞬間を撮りたいって、ね、友達に家で撮ってるんですけど、撮りたいって言って話してて、その時に私病院にいて、病院にいる間に1万人越してました、気がついたら。で薬局にいる間に1万人越したとか言って友達に話して超えました。でなんか昨日友達とご飯食べてる時に、待って、このリリさんが紹介してくれてるらしいからパセラで YouTube で見ようよとか言って、そしたらすごい友達が優しくて、めっちゃ嬉しいみたいな、私以上に喜んでくれて、よかったね、頑張ったねみたいな感じで、喜びすぎて友達狩り場取れました。はっ、歌舞伎町にいたんですけど、テンドラッグで狩り場を抑える薬みたいなの購入してました。私は本当に炎上したのかと思って、この世の終わりかなと思いました。一瞬ずっと1年間企画編集撮影全部自分でやってて、全部自分でやってって言ってもそんなにクオリティが高いものではないんですけど、カメラを買ったりとか自分の元々の必要なものは自分で買い揃えたんで、無駄にならなきゃいいなと思って、ちょっと私のYouTube のコンセプトっていう、なんかこんな YouTube を撮りたいですみたいな、なんか皆さんにこういうのを影響させたいですみたいな、そういうんじゃなくて、なんか生きることを怠けないようにしようみたいなのがコンセプトだったんですけど、生きることはガンガン怠けてましたね、1年間で。でしかもなんかすごいこの波が激しいので、頑張ってる時はすごく頑張るんですけど、何も頑張らない時は頑張らないみたいな。でダイエット動画何回撮ったか信じられないぐらい回数を重ねてるんですけど、私YouTube 始めた当初体重が38キロだったんですけど、今46どころか49だったんですよ。この間1年間で11キロの増量に成功してしまうっていう。で何回も減量をしてたんですけど、ダイエット動画撮りますみたいな、ショート動画ですよ、ショートでなんかダイエットしますみたいな感じでし始めて、急に中断して、うつなんでラーメン食ってますとかツイートしたりとか、いろんなことがあったんですけど、結果的になんかそれで責められることもなく1万人を達成してしまったっていう。ありがとうございます。私本当にララ入った時に最初チャンネル登録が100人とかしかいなかったんですよ。で100人とかしかいないのに、で黒服さんに例えば入店して、黒服さんたちは私のこと誰も知らないわけですよ。 YouTube も全然バズってないし、 SNS も別に強いわけじゃないし、前の店でもなんかすごい突発的に売れてたわけでもないから知らないのに、実は私 YouTube やっていてって言って、自分から食い気味に代表に話して、ああみたいな反応されたのを覚えてますね。未だに100人とかしかいないのに、なんかガンガン自分からアピールしまくるっていう、変ですよね、今考えると。でも今1万人いるんで、ふんぞり返っていようと思います。もう出勤したら、おい、私 YouTuber、 女の子がお店来てくれたりとかするのがすごい嬉しくて、でもなんか女性のお客さんも多いですかみたいな、みんなに聞かれるんですよ。なんかりくちゃんのお客さんって SNS で知って YouTube とかで来てくれる子が多いんですかみたいな聞かれるんですけど、全然私本当に9割ぐらい男性のお客様なんで、なんかもっとみんな会いに来てほしいです。集客のために YouTube をやっているんであれば、もっとなんか本腰入れてガンガンやってった方がいいんじゃないかみたいな言われたんですけど、いや集客が目的っていうことよりかは YouTuber が有名なんで、ご飯来た、嬉しい、わあ、紹介していい、これ
食べるね。全然食べる。嬉しい。いただきます。カスミンはお店に会いに来てくれて、そこから仲良くなったお友達なんですけど、超大好きで、でなんか遊びに来てカスミン家に泊まりに来たんですけど、ご飯手料理が食べたいって言ったら肉じゃが作ってくれました。いただきます。いつも食べてる動画だね。私の動画で何が一番好きですか？強く好きだけど、うん、なんだろう、食べてるところが一番好き。49はやばいよね。え、でもさ、うん、本当にさ見えないよね、どこについてんの？いや、本当にかすみが喜びすぎてあーって言ったらハートル。そうね、ポロみたいなね。今日一緒に歯医者行きました。そうね。てか人の手料理が無性にめっちゃ食べたくなる時がある。あ、本当？うん、全然来て、そしたらうん、行く、毎日行く。何でも作るから、本当作るよの味。YouTube 始めて1年間の間に11キロ太ってんの、うん、マジで？やばいよね、強さ太り。なんかダイエット動画何回も出してたじゃん。うんうんうん、ダイエット動画して出してさ、最終的に着地が11キロ走。やばいよね。なんかダイエット全然する気ねえじゃんとか言われなくて、うんうん、だけどでも たまに来るアンチコメントが、うん、ショート動画の方だとね、うん、絶対にこの中身はおじさんだろうなっていうアカウントが何個もの動画に全部整形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 とか書いてきたりとかする。で全部バイバーイって演じする。バイバーイ。怖くない？え、怖いよね。なんかしましたっけ私みたいな、うん、でもそういうのって意外と身近だったりするって言わない？マジでここ1ヶ月本当にカスミンが精神安定剤だったんですよ。私は激動的な出会い方をして、いや、そうだよね。そっからもう本当に超仲良くなって3日連続で一緒にいます。本当だよね、うん、無事に拘束されちゃって。で YouTube 始めてつながりが増えたっていうか、私の YouTube を見て私のことをいいなと思ってくれる子は私に対して怒らないから、うん、私が至らないところで幻滅されたりしないしっていうので関わりやすい、むしろ。新しい噂。YouTube 見て会いに行ったら、え、こんなに笑ってくれる人なんだみたいな感じで思っちゃうよね。なんかどっちかと言ったら、イエーイみたいな感じだから。そのどう、米さ、柔らかく。教えていこう。次の1年の目標は3万人に行きたいですね。で3万人行ったら、うん、10万人。うん。じゃあ。マジでね、動画を一本も投稿できなくて。あ、そうなんだ、うん、もう心が疲れすぎちゃってもうダメだったんでね、練習をしてる日もなんかできないみたいな、手もつかないみたいな、ストレスすぎて全部が。で、だから9月の末から10月終わりまで一本も動画を更新しなくてね、そしたら1万人いって11月に頑張って投稿したから。そうだよね、うん、整形の話とかもしてるじゃん。うん、なんかそんくらいですねみたいな。自己紹介の時とかもさ、うん、もっとあるでしょみたいな。めっちゃ短っみたいな。カンペ出しでやってるから忘れちゃうのいつも。うん、なんだっけみたいな。自己紹介早っ、終わりみたいな。そう、整形してくれた病院になんか結構マジ通訳さんに超感謝してたから、お金もらってなかったけどなんか感謝してるし、なんか動画作れないかなみたいな、うん、思って作りたかったし、 YouTube も始めたかったから、うん、いやついでにこれで輪郭で載せちゃおうと思って載せたのが最初で、あの時暇だったからニートだったからずーっと編集してて、でもあの初期の方の動画、そのダイエットの動画と輪郭の動画以外何も伸びなかった。え、そうなんだ、うん、カスミンが可愛すぎて、私のインスタストーリーにたまに上がってくるんで、みんな私のインスタをフォローしてください。で、カスミンのインスタが出てきたら、メンションされて出てきたらフォローしてください。あ、面白い。じゃがいも入れる？うん、食べたい。どのくらい食べれる？うん、ありがとう。私で残していいからね。うん、かわいい、いただきました。本当だよ。ふんまわり TV 1周年です。あ、皆さんありがとうございます。これからもぶんまがり TV をよろしくお願いします。うん、食べよう。イエーイ。